A の風船に何が入ってる？A だ。アルファベットが集まってきたぞ。それぞれの文字がバブルを手に入れる。もちろんシェアできるサイズもあるよ。お人形さん、顔を隠さないで。僕らの新しいクラフトなんだ。糊とクリップを組み合わせて、君の新しいペンダントができた。あー、かわいそうにイチゴかと思った。必要なのは少しの愛と魔法の布だけ。水を入れて膨らませて。わお、もうかなり綺麗だね。体温もちょうどいい。食欲も戻ったみたい。お風呂のおもちゃ、特にゴールデンシャークはすごいぞ。彼は宝物を見つけるサメなんだ。ちょっとチクッとするかも。ほら見て、宝箱があった。水を加えるだけで開けられる。魚の骨？他は何かな。うん、中を出そう。これはカズー？魚雷？いや、サメの隠れボタンだ。うわ、骸骨サメライダー。水に入って、君は絶好調だ。うわ、ミニチュアクレーンゲーム。おお、一気に2つゲットだ。それだけじゃない、暗闇で光ってる。よし、全部一緒にまとめておこう。大きいボールも必要だったね。見て、食べられるソーダだ。しかもいろんな味がある。彼女は甘いものが大好きだって。ねえ、そこに何があるの？巨大スクイッシーチューブ、ミルクシェイク付き。どうやって使うのか見てみよう。なあ、ミルクシェイクにはミルクが必要だね。ソーダもいるの？大丈夫？ああ、ソーダには何の罪もないのに。まあ、少なくともボトルが残った。古い友達ウェイドだ。喉が渇いてるみたい。ああ、泣かないで、元気づけてあげるから。これは誰かな？エンバーだ。誰か玉ねぎを切ってるの？そういえばちょっとシュレックみたいだね。ランチタイムだ。大変、フルーツに虫が。でも動く虫は残しておこう。彼らに壁を用意して。ちょっと、パーソナルスペースって知ってる？わかるよ、みんな虫は嫌いだ。でも彼らはきっと帰らないよ。これはシールマシン。早速シールを作ろう。なあ、写真も足してみて。上に置いたら蓋を閉じる。小さな雪の結晶みたいだね。見て、貝にも合わせられる。レジンを入れて。
そうだ、こんなにあるんだから液体ドロップシールだって作れちゃう。忘れないで、シールは貼るためにあるんだ。ルイージ、水道の仕事が終わらないって。消えちゃった。なあ、いたぞ。ペンの上だ。外に出たり入ったりできる。大事なテストに間に合ったぞ。頑張りに A をあげよう。なんちゃって。リセットボタンがなくて残念。ミスターカニはお金に弱い。友人がこんなにネバネバだったとは。スポンジボムもいる。しかも金ピカだ。グミ部屋を中に入れたらギュッと押し出してみて。そうだ、グミは無駄にできないよ。せっかくお菓子を食べるなら巨大な方がいい。あれ、本物のロリポップじゃない。白いスライムが入ってる。これで風船を作ってみよう。ついでにグミも入れてみて。もっとお菓子を。ソーダもいいね。蓋を閉めたら絞り出そう。トウモロコシだ。かぶりつけ。おっと、それは大人の歯かな。いいアイデアがある。ナノテープを使うんだ。カットしたら黄色に塗る。これをくるっと巻いてカットしてコーンの粒を作る。全部集めて葉っぱをつけて、真新しいトウモロコシができた。食べることはできないけど粒を取るのは楽しいね。ハッピーバースデー。ケーキを切るよ。待って、ケーキじゃない。っていうか誕生日だったっけ。中に何かある。プラスチックの型だ。虹の砂を詰めてクマを作ろう。全部入れたら水に浸して、綺麗なクマができた。見て、友達を連れてきてる。あれ、なんか当たった。ああ、ウサギのボールシューターだ。よし、二人で協力しよう。ちょうどターゲットを見つけたぞ。アヒル、のと君も危ない。対戦相手がやってきた。いや、違うかも。ああ、もうこれは使えないね。この植物は一体なんだ。キャンディーの木だ。よし、育ててみよう。実がなるまで回し続けて。もちろんトッピングもつけないと。今年は豊作になりそう。ねえ、君たち喧嘩しないで。
その人形、靴履いてないよ。これは簡単に解決。マリオの靴に勝るものはないよね。このブーツは歩く用。そしてクリボーの上にジャンプするのさ。でも重要なのは物を踏みつけないこと。カスタマイズされた靴ほどおしゃれなものはないでしょ。ヒールは大きければ大きいほどよし。水を加えて色も混ぜたらどうなるか振ってみよう。気に入ったら次は魚も加えてみよう。おやつの時間。このチョコレートトイレはディップするのに最適だ。漏れてるから気をつけて。これはこれでスパイラルキャンディーが作れるね。ソフトクリームみたいだ。トッピングを加えるとさらに完成度が上がる。ねえ、優しくしてあげて。たくさんあるんだから。お気にせず、自分でお菓子は作れるからね。このプッシュポップおもちゃの中に渦巻き状に入れてデコレーションも。そしたら全体をチョコレートで覆うんだ。固まったら強大なお菓子になるよ。食べてみて。あらまあ、シミと同じようにカバーしよう。この小さなタトゥーシールを上から貼って光沢と輝きを加えよう。素敵なハート、王冠、翼の形。これで君の顔がおしゃれなブレスレットのように輝くよ。なあ、そんな、またできちゃったみたいだね。でも大丈夫、ホワイトボードマーカーで絵を描くだけで解決。見て、ツルツル滑ってく。顔全体をボールに入れたら、ほら、すぐにくっついたね。絵を描くだけだったでしょ。顔にお絵描き楽しいはずでしょ。落ち着いて、石鹸と水があれば大丈夫。言うはやすし、行うはがたし。このソープディスペンサーを使えばいいんだ。泡立った石鹸が出てくるんだ。これですぐ綺麗な手になるよ。あとは乾かすだけ。もちろん固形石鹸だって楽しめるよ。中に商品が入ってる時は特にね。もし中のおもちゃを欲しくなったら方法は一つ。それは手を洗い続けること。爪は小さなキャンバスのようなもの。芸術作品を作っちゃおう。芸術家はペンも使うし、グリッターだって使うでしょ。ダイヤモンドは女の子の最愛の友だけど、エメラルドもそうだよ。いろいろなデコレーションをして君の手をアートギャラリーにしちゃおう。もちろん付け爪の方を好む人もいるよね。そんな君には付け爪装着器を作ろう。まずはネイルを塗って。両手が自由に使えるので細かい部分も描けるね。描き終わったらコップの中へ。5本分必要だね。中に指を入れたら、刺してある棒を回して、
俺の良いところはいつでも簡単に取り替えられること。みんな見て、バルーンマリオだよ。そんな、なんで。あれれ、それモンスターボール？いいね。はたまたこちらには巨大な水ボトル。上半分を切り落として紙吹雪でいっぱいにする。風船を膨らませて口は閉じずにねじってそこにつけたら、ほら見て、すごいでしょ。待って、それ誰が掃除するの？お大事に。それ綺麗にしないとね。見た感じ早めに対処した方が良さそうだ。え、待って、まだ鼻の中にいるの？迷路のようだ。まあ前より少しは綺麗になったかな。今度は君の番。手助けをしてくれる友達を呼んだよ。見て、汚れを吸い取ってくれてる。これで息がしやすくなったね。お金で解決できる問題は多いよね。でも時には予期せぬことが起きる。そんな時はこのクールな道具が必要になるはず。やっと言えた。ピンチの時にはボールを全部集めてくれるんだ。でも本当の楽しみは何度も何度も打ち放つこと。そんな、ブロックが。やっぱり接着剤で固定しとくべきだった。でも靴下さえあればブロック問題は解決。掃除機に装着すればブロックを集めてくれる。しかも一箇所にまとめてね。うわー、なんて伸縮性のある靴下なんだ。いい仕事してくれたね。元通りだ。まあなんて可愛い子豚なんだろう。そしてなんともふにゃふにゃの鼻。一つだけじゃ止まらないようだね。わお、もうすぐこの子は鼻だけになってしまう。この鼻は素晴らしい片当てになるみたいだ。そして顔面から転んでも公園を散歩するような軽やかさ。では新しい膝当てを試してみよう。これを使ってヘルメットを作るべきだね。痛い、つま先を強打した。これは痛い。スポンジを使ってみるのはどうかな。それを小さな正方形に切り分ける。それぞれ穴を開けたらつま先にはめていく。全身どこでも使えるんだ。あ、ヘルメット、ついにだ。全部試してみよう。いい感じ。これでつま先を痛めることもないね。夕食の時間。新鮮な野菜と果物だ。このトレイには何かが隠れてるんだ。ボードゲームみたいでしょ。早く平らげて。やったー、チョコレートだ。最高の商品。マッシュポテトでも楽しめるよ。ブロッコリーを加えて苗木のようにね。次にナゲットとグレービーソースを追加して。うわー、火山だ。重曹は使わずにね。でも味には爆発もの。
ねえ、ナゲットは取っておいてくれる？その美味しそうなやつ。それじゃ、またね。